はい。えー、新仮面ライダーのネタバレをしたいと思います。えー、雲ーグですね。それから、えー、雲大愚を先輩として慕っている、えー、KK 大グ、えー、その、えー、メタファー、えー、正体は何なのかっていうお話ができればいいかなと思っています。えー、まず雲先輩ですよね。雲先輩は、 まあ、冒頭で、こう、今ね、映像が公開されているので、すごくね、詳しく見ることができるんですが、まず冒頭でですね、サンエイドボクのトラックが2台ですね、緑川ドリ,リコと、それから、仮面ライダー1号ですよね、が乗っているサイクロン、変身前のサイクロンを、え、ー 追い立ててるんですが引きの絵になってなんかすごいかっこいいねえー、伊豆とか箱根っぽいようなそういう山肌をこう、えー、伝わっている道で引きになるとえー、路中するところがねえー、あるんですがその手前に、えー、パトコアが2台置いてあって で、閉鎖してあるんですよね。まあ、多分、えー、その隙間をサイクロン号は縫ってね、あるいはジャンプして、えー、飛び越えたんじゃないかと思うんですが、えー、サンエイド僕の2台ですよね。2台の、えー、トラック、トレーラーの、えー、ヘッドの部分はですね、そのままパトーカーを引きずって、えー、そして、 えー、次また、えー、アップの絵になると、なぜか、えー、パトカーが横から出てくるんですが、それはちゃんと引きの絵の方で説明がされていて、まあ、最初よくわかんなかったんで、いきなりね、えー、パトカーが引きずられて出てきたなとね、思ったんですが、まあ、引きの絵のとこでちゃんとこうミニカーみたいなのをね、置いてあるっていうのがね、えー、分かって、えー、まあ、ちょっと憎い演出だなとね、思いましたね。そして、 2台で、2台のトラックヘッドにね、覆われてるんですが、その、行く手にもですね、サイクロン号の前にも、今度はトラックが前向きに3台置いてあって、その上に、互い違いに2台置いてあって、計5台のね、トラックヘッドによる封鎖があっても完全に抜けられないっていうところで、 えー、まあ、ぶつかるっていうタイミングな、んですよね。そこで、えー、誰かが、えー、ファイヤーボタンを押して、葉っぱボタンですよね。押して、トラッカー爆破するんですが、まあ、最初あれは、えー、カメラライダー1号がですね、バイクにつけてあった、そのミサイルみたいなものを押したのかと思ったんですが、まあ、バイクにはそういう装置はついてないみたいですよね。で、あれを押したのは、 後からわかるんですが、それはクモ先輩なわけなんですよね。クモ先輩が、えー、積んでいたトラックをわざわざ爆破するっていうね <laughs>。ちょっと若干よくわかんないん。そのまんま爆破しなくても、えー、仮面ライダーがあの、えー、タイミングだと突っ込んでしまうだけなんですが、えー、まあ、サイクロン号と仮面ライダー、えー、変身後だと、まあそこを、 えー、まあ突破できるのかもしれないんですが、まあ、爆発する意味はあんまりないかなと思いますよね。まあ、これが、えー、後半に、えー、布石になるわけですが、で、クモ先輩はですね、えー、緑川瑠璃子に対して、えー、それが私の仕事ですみたいな感じで、完全に仕事人間なんですよね。で、まあこの、 えー、このトラックのね、えー、積み方とか見てもね、かなり貴重面な方なんですよね。そして、えー、手がですね、もう2本出てくるわけなんですよね。だからこの人は仕事が早いってことですよね。えー、仕事が貴重面でしかも仕事も早いっていう優秀な仕事人間なわけですね。そして、えー、言われたことは、えー、全部やると。 いうね。まあ、まさに、こう、えー、同僚とか部下とかに持ったり、まあ、上司でもいいんですが、まあ、最高の仕事相手なんですよね。そして、えー、またですね、このクモ先輩はですね、爆破が好き <laughs> ということなんですよね。えー、その冒頭のトラックを爆破するシーンと、それから、えー 緑川瑠璃子の、えー、潜伏先の別荘をここもやっぱり爆破するんですよねでこうあの緑川瑠璃子の、えー、別荘っていうのはなんとなくセットっぽいですよねなのでこの雲先輩っていうのは、えー、大道具さんそれから、えー、特攻さんみたいなね、えー、そういう方たちなんじゃないかな、えー、その クモ先輩が何かにつけて、えー、爆発、葉っぱをかけるっていうのは、まあこれは特撮のスタッフさんのメタファーなんだろうな。そしてまあ特に特攻さんという、えー、仕事がすごくよくできて、えー、信頼がおける几帳面な方たちの、えー、メタファーなんじゃないのかなと思いますね。で えー、そのクモ先輩を慕うですね、KK ーグなんですが、KK、えー、ーグの道具は、えー、クモ先輩の復讐という感じなんですが、最初この KK ーグだけよくわからなかったんですよね。ちょっと登場シーンが短いし、そもそも透明だし、みたいな感じで、えー、カマキリとカメレオンですよね。で、両方ともカタカナ、 なんですよね、カタカナ読みの KK なんでカメレオンとか K だっけみたいな感じでかなり違和感があるんですが、まあ、ここが特撮マナーというか、えー、その K とかがなんか最初にタスクのことタスクとか言ってまた来たと思いましたけどこの、えー、英語と日本語の間に、えー、英語を入れる時に えー、日本語英語ではなくて、えー、英語発音みたいなものを入れるっていうギャグですよね。まあ、その逆で、今度は、 えー、カメレオンの、カメレオンの C をですね、えー、K にすると。それからカマキリもね、カマキリの英語は何て言うかわかんないんですが、多分、カマは英日本語なんで、カマキリとは言わないんじゃないのかなと思うんですが、そこを KK、えー、っていう風に、えー、ローマ字で訳してしまうっていうこのセンスですよね。で、まあこれは、KK、えー、ってわざわざ入れたの何かなと思ったら、 これは、えー、株式会社の略なんですよね。なんで、えー、クモ先輩が、えー、仕事人間に対して、その後輩である、えー、カマキリ、えー、カメレオンオーグであること、KK オーグは、クモ先輩から育ったデシ筋スにあたる、そして、えー、独立して会社を起こした、えー 社長みたいなね、若き、若い社長みたいな感じの位置づけなんじゃないのかなと思いますね。そして、えー、その株式会社ですよね。まあ何かっていうと、これはやっぱりガイナックスのことなんじゃないかなと思いますね。そうすると、えー、ガイナックスからですね、えー、訴えたり、訴えられたりしましたよね、あんな秀明はね。えー 訴えられたりしてないから、訴えたりとかね。それからガイナックスの、えー、社長が、えー、なんかいろいろやらかしたりとかしましたよね。そして、えー、一番大事なね、えー、ミドルカードリコ、えー、まあ、あやですよね。そしてそれは、やっぱり案の模様こうですよね、えー。それを後ろから刺すというね、えー、それは、えー そういう人物がいましたよね。えー、で、現に、あの、いでやが声明を出して、えー、家族には関係ないんで、非常に迷惑ですって言ったやつがいましたよね。それは、まあ、えー、岡田敏夫先生ですよね <laughs>。というわけで、えー、まあ、あれは KK 合体なんですが、えー、一人、一つはカメレオンですよね。一つはカマキリですよね。えー、で、えー、まあ、 一つはガイナックスで一つは岡田としようということなんじゃないか。そして、まあえー、透明マントで、えー、見えないところから、えー、刺してくるというね、まあ、そういうメタファーだったんじゃないのかなと思います。